皆さんこんにちは、武田塾の高田です。今回特別ゲストの先生が来てくれてます。情報の藤原先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。過去ね、武田チャンネルで情報の参考書、藤原先生が出されて一度遊びに来てくれましたね。そこからの縁で、また出てくれることになりました。藤原先生、今高1高2生の代から新しく共通テストに情報1が加わるということで、こう不安に思ってる生徒もいたり、まあちょっと情報大丈夫でしょうって舐めてる生徒もいたり、まあ様々なんですけど、ぶっちゃけ多分大学によるってところだと思うんですよ。情報が大事なのか田舎は。でそうですね、おっしゃる通りで、はい、やっぱり大学によっては全体の配点の実は 10% を超える大学もあれば、逆に 2% ぐらいしかない大学とか、あるいは本当にごく一部なんですが、もう配点しないっていう大学の中にはあるので、やっぱり自分がどの大学を受験するかによってだいぶ勉強のやり方とか比重っていうのが変わってくるのかなとは思います。なるほどですね。じゃあそこで今回やりたい企画が、情報が大事な大学、逆に大事じゃない大学、この2つを聞こうと企画をちょっとやっていきたいなと思ってまして、藤原先生が今日データ集めてくれたんですよね。それをちょっと順番に聞いていきましょうか。じゃあまず情報が大事な大学から聞きましょうか。そうですね、これがですね、はい、何をもって大事とするのかによるんですけれども、ほいほいほい、やっぱりこの全体の合否、一次試験と二次試験を含めた全体の得点の中の割合が、まあ、何パーセントを超えるかどうかみたいな分類で分けるのかなっていうふうに思っていて、ただですね、意外とこれ調べると、はい、10% を超える大学って結構たくさんあって、なるほど、今回はですね、いくつか例を挙げていきたいなと思っております。ぜひお願いします。はい、例えば小樽商科大学。あ、北海道の、はい、そうなんです、はい、経済系が強い大学ですね。はい、国公立です。はい、小樽商科大学の商学部の、はい、まあ、経済系の学科の後期入試とか。あ、後期か、はい、そうですね、はいはい、後期入試とかになると、うん、やっぱり一次試験共通テストの割合が大きくなります。なるほど。ちなみに小樽商科大学は、前期日程であっても、7% ぐらいの配点があるので、まあ、無視はできないよねっていう。なるほど、なるほど、なるほど。じゃあ共通テストプラス一般入試二次試験の合計の 7% ってことですもんね。そうなります。だから共定だけで言うと、もっと当然比率はもっと高くなるし、 7% だったら確かにもちろん英数の方が絶対大事なんですけど、情報もまあそうですね、無視はできないよねって感覚ですね。確かに。そうですね、情報っていう科目って、はいはい、実は一部コスパがいいところもあって、ほいほいほい、っていうのはちょっと勉強するだけで、はい、一問一答形式で解けちゃうっていう問題も中にはあるんですよ。なるほど、なるほど。その簡単な問題を取りこぼしてしまうと、7% も配点がある中でもったいないよねっていうのはありますね。情報納弁税とかも出てくる気はするんですよ、来年。でもその小樽商科とかで 7% いるんだったら、まあやるよねっていう感じですね。コスパもいいし、いいところもあるしっていう。じゃあそんな大学は他にもいくつかあるんですね。そうですね、例えば東京学芸大学にあると、清水先生の僕だ、前期日程で、はい、あのいろんな学部、はい、学科がありますが、はいはいはい、まあ、5%、6%、7% ぐらいのパーセンテージが並んでいて、その中で情報学部っていうのがあるんですよ。なるほど。っていうところ、それこそ藤原先生の 後輩みたいなことですよね。もう、そうですね、こう将来情報の先生になるんだみたいな、藤原先生憧れてますみたいな、そんな人も結構ね、もしかしたら今後出てくるかもしれないですね。この入試の形態だと 12.5% とか、はい、あ、まあ、情報を専門的にやるならってことですね。そうですね、もう 10% 超えてくるというところです。他にはですね、はい、例えば山梨大学の生命環境学部っていう生物系の学部が意外にも 10% 以上の学科っていうのが中にはあると。確かに生物系の勉強だとちょっとね、情報とは直接関わりはなさそうですけど、多分教定の比率が高いからとか。そうなんですよね、あるんですね、うん、10%。 ちなみに山梨大学は、うん、この生命環境学部の該当の学科以外のところでも、うん、まあ、5%、6% とかはあるので、うんうん、他のところも無視はできないところはありますね、うんうんうん、あとは例えば広島大学とかも軒並みですね、まあ、5% とか 4% とかはもうバーっとあります、うんうん、はい、ということは結構まあ地方の国公立含め共通テストの比率がでかいところとか、まあ、二次試験の科目が少ないところとか、そういうところは情報位置の、占める割合が必然的に高くなると。そうですね、その傾向にありますね、うん、だからみんなの地元の国公立とかみんなが考えてる大学も情報が意外と配点がでかい、無視できない可能性は大いにあると。そういうことは言えますかね。じゃあ逆にっすよ、藤原先生の立場的に言いづらいかもしれないですけど、ここは正直情報そんな大事じゃないよと、そんな大学もあるにはあるってことですよね。そうですね、おっしゃる通り、はい、有名な大学で言うと、はい、例えば北海道大学が情報1の1回目の共通テストは配点を0点にするよっていうことを発表して、それが一時期話題になった。話題になりましたよね、うん、なんか北海道の地方の方の学校とかだと情報の先生がいないとかっていうこと跳ね合いもあって、北大はまあ情報は一旦配点にしないっていう
ていうね発表して話題になりましたけど、その時藤原先生どういう気持ちだったんですか。俺の仕事奪われたみたいな。いえいえ、どんなですあの私からすると、はいはい、実は私あの大学が北海道に実はありましたですね。なので大学時代北海道で過ごして、でしかも起業もして学習塾も運営してたので、はい、北海道で塾をやられてたんですか。札幌ですか。あ、そうです。札幌とかあと田舎のところでも実は結構店舗運営してたんですけど、なので結構ひしひしとですね、はい、自分でも分かるんですけども、うん、かなりですね、はい、現場の教育の受験への意識みたいなものが、はい、先生ごとにばらつきがあったりとか、うん、大学受験自体、まあ、そこまでこう大学受験するぞっていう雰囲気じゃない地域とかもたくさんあったりして、まあ、そういった地域の中で新しく情報っていう科目を1年目から100点分追加するっていうのはさすがに抵抗があるんじゃないかなっていうのは私もかなり理解できたところなので、はい、北大の判断は、まあ、分かるって感じなんですね。そうですね。なので今現時点では、はい、配点0点にするっていう国公立大学は主に3つあると言われています。北大だけじゃなく、はい、そうなります。北海道大学と、はい、あと香川大学と、あと徳島大学。あ、そうなんですね。田舎と言っていいのか分からないですけども、はいはい、まあ、こう田舎の中の配慮する大学みたいなところは主に今回3つあるかなっていうところです。一方でやはり先ほど申し上げたような、はい、岡山大学であるとか広島大学みたいな、うんうん、まあ、地方といわれる大学であっても、うん、まあ、配点がある程度高い大学っていうのもあるので、うん、そこは調べないといけないところ。これむずいですね。僕結構武田地区高松校によく行くんですけど、そこで岡山大学目指してます、でちょっときつそうやったら香川大に下げますみたいな子がいたりするんですけど、それきついっすね。岡山大情報大事やろに、あ、香川大だと情報無視かみたいな。だからそこはもう高2生は早めに自分が考えてる大学いくつか見ないとダメですね。他にじゃあ情報の比率が低いところでいうとどんなところになってきますか。そうですね、有名どころでいうと東京大学かなというふうに思います。つい先日ですね、はいはい、東京大学が正式に、はい、配点の割合を発表したんですね。東京大学は、はい、情報1の、科目を100点分丸々加算しますよっていう発表をしたんですよ。100点分加算されたって聞くと結構、はい、まあ、満点分加算されたのかって思うじゃないですか、うんうん、でも東京大学の場合は共通テストの全体の得点自体が圧縮される。共通テストは110点、二次試験が440点、合計550点で決まるので、はい、その110点の中の情報みたいな感じですかね。おっしゃる通りです、はい、ただここで一つ僕も補足したいのが、はいはい、東京大学が、共通テスト今までは900点満点だったんですよね、はい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 、この900点満点が1000点満点になるわけですよ。だから情報が加わったプラス100点分増えたってことです。そうですそうです、はい、この今までは900点満点が110点満点に圧縮だったんです。でもこれからは1000点満点が110点満点に圧縮されるので、ということは情報ももちろん圧縮されますけど、はい、英語とか数学も同じぐらいちょっとずつ圧縮されるんです、はい、なるほど。じゃあそこは情報と同列って感じですね。そうなりますね、うんうん、まあ、二次の比率がでかいがゆえに東大は情報の全体で見た時の配点は少ないけど、強手だと普通の科目と同じ扱いよと、まあ、そんな感じで二次の比率が高いところが必然的に情報の比率が低くなるって傾向ですかね、全体としては。そうですね、その傾向にはあります、うん、ということは国公立大学の中で基本的にはやっぱり地方に行けば行くほど強手の比率がでかくなるわけじゃないですか。だから地方の大学目指す人は情報大事な可能性が高くて、二次重視の大学のところは情報の割合が少ないっていう風な傾向があるって感じですね。そうですね。じゃあ今該当する大学の人は情報ちょっと意識しておいた方がいいよと。別の動画でちょっと高2生に向けて情報をどんな勉強したらいいのか、そんな話す動画も撮ってもいいですか。はい、はい、お願いいたします。というわけで、今回は藤原先生に情報が必要な大学、必要じゃない大学を教えてもらいました。今回は以上です。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。